ただしは、大日本帝国海軍の軍人。最終階級は、海軍少将。海兵46機。1945年8月17日の、インドネシア独立の平穏無事な実現に、重要な貢献をした。栄典は、インドネシア共和国建国功労省。兄は、大本営海軍報道部長、第10航空艦隊司令長官、前田実海軍中将。 鹿児島県姶カジキ村小山田出身。鹿児島県立カジキ中学校卒業後、海軍兵学校に入学。同期生に、山品宮武彦井野口里志平がいる。1918年11月21日卒業。翌年8月、少尉に任官。オランダ公使官付部官、大本営海軍参謀、バタビア在勤部官を歴任し、 1945年に海軍少将及びジャカルタ在勤部官。その間、独立養成塾を設立。全と優位なインドネシア青年に愛国主義教育と軍事訓練を施し、後のインドネシア独立戦争に貢献した。終戦翌日の8月16日、スカルノとハッタを自らの海軍部官府皇帝に受け入れ、インドネシア独立宣言の打ち合わせを行った。 会議は16日23時から始まり、翌17日の午前2時過ぎまで続いた。会議には50人ほどが出席していた。その間にも、多数の青年グループたちが会議の結果を待っていた。日本人は、前田のほかに、日蘭商業新聞記者、吉住留五郎、第16軍軍政官部司政官、三好俊吉郎、海軍食託、西島茂中が同席した。 このことは、独立に消極的だった陸軍の軍政官当局及び憲兵隊の直接の影響が排除された場を提供したことを意味し、これによる前田個人の独立指導者たちに対する協力を積極的に評価する声も存在する。会議に先立ち前田は、陸海両軍の責任者がインドネシアの指導者と直接協議することにより、 解決の道を早めようとしたため陸軍の代表である軍政官山本も一郎少将に電話で規定を要請したが連合国側の刺激を恐れた山本はこれを拒否した。午前3時、日本側は独立準備委員会の決定を黙認した態度を示すべく起草過程に関与せず前田も会議の場を離れると2階で就寝した。その後、 1946年4月にグロドック地区の刑務所へ放置された。1947年釈放。死の前年の1976年、インドネシア国家、国民への類稀まれな貢献の栄誉として、同国建国功労賞を授与された。1977年12月13日死去。去年79。現在、旧前立ては、1992年から、 独立宣言基礎博物館として保存され、一般公開されている。ありがとうございます。